の白髪を根元ちょっとしたらまたすぐ白いのが出てきて、それを永遠なんか染め直すとか美容院行くとかずっと気になるみたいな、これ根元の白髪染めてなくて、はい、これだけ印象違うってことですか？そうです。すごい、ちょっと嬉しいよこれは。まゆさん最近白髪ちゃんと染めてますか？染めてない。なんでかっていうと、もう私31からずっと白髪あってさ、ずっと染めてきてるじゃない。でもね、いつまで続ければいいのこれって思って、もうお金もかかるし時間もかかるし頭皮にも良くないし、で、ね、見つけたの TikTok で見つけたの、白髪ぼかしっていうものを。なんで笑うの？でなんかね、バレイヤージュっていうのがあって、白髪が生えてきてもなんか目立たない、馴染むようなカラーリングがあるらしいの。でそれをね TikTok で見つけて、原宿にいらっしゃる方の予約が取れたから行ってきます。レッツゴー。はい、というわけで早速着きました。こんにちは、こんにちは、初めまして、まさかと申します。今日担当いただくまさかさんです。すいません、よろしくお願いします。なんか白髪をが生えてきても、はい、なんか根元生えたらもうすぐ5ミリ1センチ生えてきたらね、すぐ染めなきゃってなっちゃうし、はい、それをなんかちょっとしなくてよくなるのかなみたいな、僕らも来たんですけど、来ていただいてる方にお伝えしてるんですけど、はい、大体今2週間に1回来る1回っていうのは多分白髪が気になる方の周期かなと思うんですけど、はい、ハイライトでもバレアイトでもブリーチをさせていただくと、土台がまだ分からない部分、どのように色が落ちてくるか分からないので、うん、大体悩みの種類が色が落ちたら気になるっていう悩み方がちょっと変わるかなっていうのは、生活の変化としては大きいかなと。色が落ちたら気になる。ああ、その入れた色が落ちたらってことですか？そうですね。あ、まあ、ブリーチだったら深刻っぽいとか、まあ、黄色が目立ってきたら、白が目立ってきたら黄色が目立つからブリーチだったらっていう感覚になってます。で、大体ブリーチの回数をやってったりとか、ある程度土台ができてくると、大体じゃあ2ヶ月放置しても家で用意しちゃったりとか、その人のサイクルに合わせて作ることは全然可能です。仕上がり自体はどういうか、なんかどういうのもありますか？多分その肌色に合わせて提案してくださるって聞いて、はいはいはい、まあ、そうですね、まあ、その肌色をパワフルカラーに合わせてやる方もいれば、もう白がどうにかしてくれる方もいらっしゃいますし、白髪どうにかしてくれとパーソナルカラーに合うのはまた、まあ、特別、それとも特別になります。どうしよう、そしたらっていうのは、なぜかっていうと、パーソナルカラーは、まあ、肌とか、あと顔の形やそういうものまで合わせていくやつなんですけど、はい、パーソナルカラーに合わせて似合うようになったけど、色落ちがすごい早かったり、あー、なるほど、ブリーチ回数がすごい必要だったりとか、1回では無理な色もあります。まさかさん的には、じゃあこのパーソナルカラーに合わせたら何色が良さそう？はい、ブルー系でも似合いますし、肌がすごく好きなので、白、色々で綺麗なので、ありがとうございます。まあ、灰色だったりとかコントラストがはっきりしてるスタイル、ブルーとかを似合うかなとか、ブルーのメリットで言えば、色落ち上がってるグレーとかなってくれるんで、あ、じゃあブルーにすれば無難。ブルーは、ブリーチに1回、3回ベースまでいかないと、綺麗に発色せずに緑になってしまうっていうのが、ブルーの一番デビデットな。なるほど。じゃあ、ブルーの方が戻り、ね、あ、じゃあとりあえずそれを目指す感じで。そうですね。で、なんか途中であんまりなんかあればまた言ってください。はい、スタイリング内側に巻きます。はい、バレアージュは外巻きの方がかっこいいですね。じゃあ外巻きに変えます。その白髪を根元ちょっとしたらまたすぐ白いのが出てきて、それを永遠なんか染め直すとか美容院行くとかずっと気になるみたいな、はい、まさかさん的に理想の状態になったら、はい、マックスその白髪ぼかしでどれぐらい持つと思いますか？2ヶ月。2ヶ月まるまる。はい、なるほど。まさかさんから見て、まさかさんは原宿一白髪ぼかしがお上手ってことじゃないですか、はい、で、じゃあバレイヤージュが日本一うまい神みたいな人がいらっしゃるってことですか？はい、仙台に。仙台に、はい、うん、オンラインセミナーとか本とかもその人もあって、へー、何年も別に東京表参道原宿ってわけではないの？ないですね。
じゃあ仙台の方はぜひ。でも予約ほぼ取れないと思います。あ、人気なんですね、やっぱり。そうです。3、4万ぐらい取れます。3、4万。はい。ごめんなさい、これいくらですか。これですか。はい。で今日1回だったら1万8000円ですね。2回だったら2万7000円新規の方で取ります。なるほど。ブリーチ1回目終わりました。こんな感じです。髪の状況ってどうですか。痛みとか、ね、もう栄養パンパンですね。悪くはない。全然いい方です。綺麗です。おお。なのでこれをいかにダメージをさせずに綺麗にしていくかが今後に課題かなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、色入りましたか。はっきり言います。めっちゃ濃くなりました。濃くなった。はい。そう、これ根元の白髪染めてなくて、はい、これだけ印象違うってことですか。そうです。すごい、ちょっと嬉しいよこれは。根元もありますか。はい、根元も言ってください。で、これでこの青が多少落ちてくるときにちょっとグレーっぽい青になって、はい、またそれはそれで白髪がボケて。そうですね。で、これブリーチとかがより効いてくれば効いてくるほど回数多いほど長く持つようにはなってます。そうですね。で、発色も良くなってます。そうですね。また1回で今日は赤みオレンジを着させていただいたので、めっちゃ綺麗。この仕上がりに何の不満もないというか、これでもし喜んでいただけたらもうこれ以上ブリーチはいらないですね。大丈夫です。で、白髪が生えて伸びてきて、で、時々色を入れる。2ヶ月に1回はブリーチのリタッチは必要かもしれない、ね、あ、ブリーチのリタッチは必要。そうです。今日やったやつと同じやつをもう一回するだけで大丈夫です。1ヶ月に1回だったらカラーリングで大丈夫です。その2ヶ月に1回の内定だったらリタッチは必要かなと思います。で、どうしてもちょっとお母さんたち気になるのは、じゃあマックスでどれぐらいまで放置ですか。うん、2ヶ月半です。2ヶ月半。3ヶ月経つともう汚いです。汚い。いや、多分僕美容師的には綺麗な色落ちですけど、お母さんは世代的には多分汚いって印象になっちゃいます。なるほど。はい、お家に戻ってきました。今日の仕上がりとしてはとても満足でした。ただ、あれですよね、問題は1週間後2週間後伸びて白髪がまたちょっと伸びてきた時にどう感じるか、どういう雰囲気になるかっていうところだと思います。まあ、ただ今回すごいなと思ったのは、白髪染めを根元をガーッとギリギリまで攻めてやったわけでもなく、なのでもちろん頭皮が痛いなとかそういうこともなく、白髪を染めるというよりかはこうデザインで明るいところを入れてっていうことなので、なんか地肌の痛さとかそういうこともなく、なんでしょうね、こんなに綺麗にぼやけてなんかデザインっぽくなるのはすごいなと思いました。ではまた 1,2 週間後どちらか検証して動画にしたいと思います。2週間後バレエアージュやって2週間後になったので、どんな感じかお見せしたいと思います。こんな感じです。なんか色の落ち方は、金髪みたいにならなくって、やっぱり落ち着いたマットなクリーミーな色なんか分かんないけどマットな色な感じなので、なんか色落ちしたなっていう風ではないのかな、いいのかなと個人的には思ってます。なんか問題としては外羽が全然上手にできなくて、どうしても中に入りやすいように昔カットしてもらったっていうのもあるんですけど、それがちょっとできなかったのが残念ではありました。自分の髪の問題なんですけど、エレベーターエスカレーターのあごめんなさいエスカレーターの後ろの人から見た図みたいな、こんな感じです。どうかな、ちょっとこれは見てみないと分かんないな。やってみた感想として、まず1、2週間経った時が大事じゃないですか、白髪染めやってる方って。で、まあ、その根元の白いのがパパパパって黒白で見えてきたなみたいな、老けた感じの白髪だなっていうのはやっぱりわからないので、まあ、そもそも白髪の根元染めてないで作ってるデザインなので、なんかそれは不思議と思いつつもとても良かったです。